も英語が喋れるってこと扱いなのかな、何もやってないってこと。いやーライアンやられちゃったね、今キャプテンがえぐられたな。目を移植してアマテラス使えるようになろう。あ、でもそうか、つくよみまでか。どうする？コンデンサーを見つけて破壊して脱出。それでそいつをどうやってのけるつもりだ？なんでこいつこんな喧嘩腰で偉そうなの？さあこれから。お前がリーダーじゃないの？命令だとかって偉そうに言ってたくせに、どうするってねえ。お前がなんとかしろよって話してるの。 あいつか、さっきの司令官が左巡ってきた。さてさて失礼。ああ、登り方悪いだ。あれ、なんか、おい、隊員、お前なんか随分ちっこくなってねえか？あ、そうなんすよ、つって。あ、こいつだ。こいつがさっきのあれだよね。いきなり乗っとる。だよね、こっちちょっと乗っとるか。かまず、こいつ首絞めようぜ。この人って殺したらあの未来訪れねえんじゃね？あ、いきなり乗っ取られてる。ダセー。え、でも。黙ってついてきて。ついていった結果。ライアンは左手を失う、左目を失うことになるんだね。え、ちょっとついてきてるじゃん。あ、ついてきてる。おい、やったぞ。敵に気づかれる前にコンデンサーを探さないと。コンデンサーはどこだ？コンデンサーどこや？どこやコンデンサー？どやさどやさ？どこだやさ？まあとりあえずなんか怪しいから一番奥に向かってってるって感じだけど。お前 AK-47、 そんな危ないの使っちゃダメだい。違うな、 AK-47 じゃねえな。あれなんだ、よくわかんない。捕虜を捕まえた。俺についていきなさい。あそこのドア、きっとあそこだ。あそこ、ここ。すげえ気持ちいい。コンデンサーが近い。あ、これか。なんかすごい 空間歪んでる。あまりにもあっけなくないか。なんか何も調べてないけど大丈夫なの？あ、戻った。やばいやばいやばい。ジョディ、ジョディ、どうなってる？あのモヤモヤが。エイデン。エイデン？あ、エイデン、こっち来れないんだ。ワンパターン。ワンパターン？ワンターメン理解。おめにはワンターメン。おめにはワンターメンしかあげない。十分じゃね？なるほど、これで捕まったってあれなんだ。あ、いけないんだ。これがなんか世界のあれか。じゃあ供給源か何かを壊しさないといけないと。で、2人があえて捕まってる間に、エイデンはこっちを操作して、ところが間に合わなくて左目がえぐられちゃうってオチになるんだね。なるほどなるほど。なんか見つかった。あ、いた。よし、こいつ乗っ取ってみせんじゃーりゃ。ドゥイン。いいか、貴様ら、あのモニターをオフにするんだ。你在这干什么？这没你什么事。回你的营区去。我的天哪！どうしたの？怎么回事？わけろ、しゃ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 。もう仕事に邪魔するんだったら出て行きなさいって言われちゃった。どうしようか。再び。乗っ取り再び。でもここ行かないと意味ないもんね。戻る。あ、銃がない。なるほど。あ、そういうことか。銃を手に入れて、で、始末してから。エイデン、賢いな。何も考えてない。無鉄砲な。確か、うわぁ、自動で開くんかい。え、こんなガバガバでいいの？だって銃あるところだよね。あ、人に触れたらダメ。うわぁ、ジャーバー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 。何しとんねん、お前らって。え、怎么回事？我哪知道啊。我看你别再喝酒了。ここの武器全部持ってくぞ。相変わらずあれだね。なんか考えなくちゃいけない。反対側に何かあったら。じゃあどうする？こっち行ってみる。こっちで、なんかスパナかなんかを手に入れて、後頭部カポーンっていっちゃう。あ、なんかあった。あ、そうだね。本当は多分スパナの、エイデン助けて。エアじゃないんだけど、あれだね。わかりやすくそういうのがあるっていうオチにさせたかったんだね。じゃあ、一発行こうか。カポーン。あー、まさかのダブルアタック。任せなさい。
この音か打たなくていいの、傷してるから。あら、殺人は極力減らしましょうってか。え、それさ、モニター、ああモニターも破壊してる。ああそういうことか、そういうことか。いやレバー引くんじゃなかった。めちゃめちゃやってる。え、俺は一体何をしたんだ。ああ怖がってる。ああやばいやばい。俺が裏切ったからだ。あ、エイデン。今ので。エイデン戻ったの。あ、やばいやばいやばい。お願い。急いで。あ、そういうことか。これで今悪霊が。悪霊が出てきてるからか。悪霊もどん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 やられてきてるけど、これいいの？エイデンガン無視してるけど。あ、ちょっと待って、あ、ちょ、いけない。あれ待って待って、あ、ちょっと待って、ライフラインを辿っていかなくちゃいけないんだね。あ、それで緊急事態ってことか。なるほどね、理解した理解した。お、来た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 けど、どうしたらいい、どうしたらいい。あれ、あ、捕まってるけどダイヤは別のところにいるんだね。とりあえずとりあえずとりあえず、まずは右胸をモリモリしてある。これで回復した OK。 で、あともう一つ、もう一箇所、もう一箇所お股をモリモリする。これで回復したぞ。 OK、 よし、いったね。エイデン、ハロー。はい、よかった。エイデンの位置は分かってないんだね。エイデンがいることだけはエイデン。ここから出して。エイデンってどうやってあの命名したんだろうね。とりあえずあ、もう一回よし、 OK で脱出するはいいけど、あ、ちょっと待って、上これ、あれ、あ、ライアンを探さなきゃ。ライアン、あ、もうあんなやつを持ってて、どうせもう見えないんだからさ。ライアン、ライアン、ライアン、ライアンいるの？ちょっと待って、これあまりジョディと離れすぎない方がいいか。壊して。ああ、そっち？めっちゃ近くにいたわ。あ、わかったわかった。すいませんすいません。大事なことなので、ドア2回破壊します。大丈夫？大丈夫？あ、ちょっと巻いてくれてる。優しい。とりあえず潜水艦まで行こうか。左目ちゃんと助けてくれてる。殺す気ないやん。できた。潜水艇に戻って。私が15分で戻らなかったら先に行って。なんだって、もういい、基地は破壊した、生きてるうちに戻ろう。裂け目が開いたままなの。あ、そういうことね。裂け目を閉じなきゃ霊体が溢れ出してくる。いや、手遅れだ、今すぐ行くぞ。いや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 、やるしかない。そうだよ、できる人間がいるって。こいつほんと無茶苦茶ばっかり言うよね。命令だとか言ってさ、もう好きにしろって感じだな。つかお腹裂けてるけど大丈夫だった。爆弾がいる、尋問室にある爆弾がいる。尋問室どこ？おー、ちょ、あ、これか尋問室。あの邪魔者始末して、エイデン。エイデンめっちゃ優秀な兵士だよね。じゃあとりあえず始末します。さよなら。お前が押さえつけなかったらライアンは今頃ねえ。よし、さあ行こう。で、尋問、ここが尋問室か。ああ、さっきのあれだね。ちょっと爆弾を、ああ、だだだだ、これか、これ中か。あ、違う、中どころか、カバンやった、それから。基地そのものを爆破して、それでクリアするのか。やばいね。これで、潜水、あ、そうか、地下、海底基地だもんな。お、爆破。おお。こっちか、裂け目。あ、ちょっと待って。いけない。いて、いて、いて。裂け目。裂けて！すごいね。これ、あれの、あれの目線だから見えてるのか、今。ジョディだから見えてるのかな、これ。こっちでいいのか。一番奥まで来たっていう。これが裂け目、いわゆる。これに着替えて。すごい悠長なことしてるの。15分じゃいけないでしょ、こんな。これ履くだけで15分かかりそうだけど、めっちゃかっこいいな。さあこれで、アメコミの出来上がりで入ります。この中に裂け目がある。私怖い。そりゃそうだ、俺も怖えよ。海って何があるか分かる。近くにいていい。もちろんもちろん、あの、みんなで行こう。ほっ、
これ沈んだはいいけど浮き上がってこれないとかってオチにならないでしょうね、まさか。え、ここでチャプター終了？あ、違うね、違うね。うわ、暗っ。ライトつけて。ライト。真っ暗。めっちゃなんかいろいろ。どこかにライトついてないかな。1、2、あ、しょぼい。落ち着いて、エイデン。エイデンは、呼吸は大丈夫なのかな？霊体だからな。これ、これ、なんかもう、なんかなりふり構わずまっすぐ進んでってるけど、すげえ周りでさ、うよ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 さ、ディメンターが踊ってるんだけど、大丈夫かな？エクスペクトパトローナーをいつでも放てる準備しとかなきゃいけない。道なりに進んでっていけるのかな？オッケーオッケー。あ、すでに沈んでるっていう設定なのこれ。もしかしてだけど。じゃなかったらあんなね、なんか沈み方してないの普通で。うわぁ、裂け目見っけ。ここに何をするの？爆弾仕掛け、え、でも爆弾ここに仕掛けられるのか。すげえいっぱい出てきてるけど。なんか、ずいぶんおとなしいね、こいつら裂け目にいるさ。だってなんか、これまでの、ね、コンデンサーだったっけ、なんか、破壊しようとしたときなんか、すごい、攻撃されまくってたじゃん。これをとりあえず壊せばいいのか。あ、こっちこっちか。なるほど。ほい。水中爆弾なのかな。水中ボンっぽい。ここで今爆破したら終わりだよね。え、で、どうしたら、あー、で、反対側を設置して、で、脱出すると。でも爆発させようとしたところで、なんかすごい、俺たちを置いてかないでくれよ、つって。悪霊たちがなんか、わんさか、なんか危ないことし始めてくるとか、そういうオチなのかな。ここでだって爆発したら、ジョディも終わるもんね、確実にね。すげえめんどくせえ、4箇所つけなくちゃいけないって、なんかどっかのゼルだからって。こういうのってなんか、ね、4つのなんかダンジョンクリアしたりとかさ、4つの箇所に爆弾設置しないとなんかできないって、ゲームあるあるみたいな感じがする。3分、あ、なるほどね、その3分以内に逃げてる。3分で逃げる、逃げないと。おお、逃げよう逃げよう。3分、こっからまた操作するオチ違うよね、違うよね。ああ、操作するオチだったわ。逃げれんのか3分で。なんか3分後じゃ潜水艇まで戻れなくない？だってこれをさ外さなきゃいけないんでしょ。またこっちに合ってんの、引っかかってる、すごい。全然自信がない、帰り道、はい、やっぱりここで絡んでくる。あ、なんかボスみたいなの来た。名前を言っちゃいけないあの人だ。あ、やられた、もしかして。やばい、普通で戻る。よっけろ、バレずに、よけろ。ちょっと待って、なんか来てる来てる。なんかすごいの起きてる。なんかエイリアンとドクロがすごい合体してるような感じ。え、これでいいの、これでいいの。エアが抜け切る前に、登れ。すげえ。はい、登れ。ああ、あれ、音楽が急にぶつ切れした。大丈夫かな。この中だけで爆発。でもさ、あの海底基地ボーンってやったらさ、ちゃうんじゃね、もう自体が。大丈夫か。だからなんか残念だが、お前の命はここまで。うわー、なんか、え、来てた。はい、誰、はい、地球の歴史が始まって以来の大発見だったんだ。いいね、やっちゃえ。よく、ね、お前ごときが破壊してくれたな。破壊したオチだった。お、あーちゃん、いた、やべ。急にそういうオチなんのかよ。こいつを沈めろ。お、よし、いけ。やべ。あー、ちょっ、何年もの苦労が水の泡になった。っていうか、お前そもそも誰よ。何将軍だかなんとか分かんないけどさ。将軍、はい。こんなことされたの、なんかよく分かんないけど、結構こういう時にこそライアンって来るべきじゃねって思うんだけど。もうちょっと償わせてやる。
いや罪っていうのはあの犯罪について起こされるあれだから、これ別に罪じゃないっすよ。おー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 、こいつ暴れてる。こいつもなんか見える人、見える人なのか、この人ももしかして。あいってー、ちょっと待って、危ねえ、もう行かれてるな。この人はそんな見えるタイプ。おお、人なのかね。ああ、やっちゃった、ああやっちゃった、これでも終わりだね。とか弱くない水素用のさ、あれでしょ、だって。あ、ちょっと待って、そっち今の避ける落ちだったよね、どう見ても。コントローラーがむずいんだよな。あ、待たない、あの世で会おう。あ、やばい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 、おっちゃん、なんか連れてかれてる。やっぱりなんか、あ、ちゃん、ライアンじゃないのね。あ、もしかして霊体を操れるからあなたの仲間だよみたいな。あー、やばい、でもついてきた。うわー、水性覚醒物モークみたいな感じなんだ。あー、隊員まだ逃げてる。あ、ちょ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 、あ、そっちに逃げるのか。今まっすぐ逃げれなかったね。こっちで合ってんのか。あ、ちょっと無理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 。ちょっとキレキレしてから持ってきて。ちょ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 、あぶね。これほんとさ、このそう、なんかマウスパッドどっちに動かすとかっていうのがすごい難しいんだよね。右左左、こっちはまっすぐでいいのか。違うね、こっちだよ。いけ、いけない、いける。あ、登った。急げ急げ、急にそのキーボードから遠いところ出てくるの勘弁してほしい。いけ、あー、こっちだった。やばいやばい、また来る、またボルデモート来る。ボルデモート来た、かっこいい。やばい、閉まってる、閉まってき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 てる、よいしょ。あー、ぶっちゃ間に合った、セーフ。余裕だったね。で、先生規定はそれはそうだね、15分経ってるんだもんね。どこ、ライアン行っちゃったもんね。いないじゃない。15分経ったら行ってって言ったら、からそれに従って行ったってやつだよね。最低、ライアン、マジで。これライアンじゃなくてあれだよ、ネイサン・ドーキンスが入ったりするんだよ。期待を裏切ったことないだろう。いや、裏切りまくりなんだけど、あの夜抱いてくれなかったし、なんならミッションだっつってね、ちょっと過酷なことをさせたり。もう帰りの潜水艇は早い。俺行ったはいいけど、プロローグにどう繋がっていくのかっていうのが全然読めないよね。あいつ追いかけてくる、もしかして裂け目の。大丈夫、追いかけてきてる。何が起きた。やばい、クリティカル、やばいね、酸素漏れてんじゃね。衝撃波でブースターが、あ、動かなくなる。水も全体がやられた、沈むぞ。この今何メートルか分かんないけど、水面は相当遠くない。あ、泳いで、もしかしたら泳いでいけるかも。水圧でペシャンコにならない、大丈夫。うん、そりゃいい考えだな。でも水圧が、水圧が大丈夫。え、どうすんの。ああ、そういうこと。いい考えだなってすげえ闇っぽく言われたけど、いい考えなの本当に。開けれる、そもそも開けれんだ。あ、二人とも泳いでる。おお、ちょ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 。あ、泳いでる泳いでる。ライアン、そのまま上がってこれる。どう。うわー。あ、そっか、だから地下海底基地だからめっちゃ砂漠のところかと思ってたけど全然違ったんだね。うわー、でもこれなんか別の意味で死にそう。だって氷点下40度の世界でしょ。で、寒中水泳でしょ。寒風摩擦やらないと死ぬぞこれ。あ、すぐフグ、服脱いで、服脱いで、服脱いで、引っ張り上げてあげて。あ、そうか、触れたくないもんね。いや、はあはあ言うてるけど、これでもこれでも今マイナス20度くらいはあるやろ。しかももうライアン失血死するんじゃねえか、それ。なんで生きてんの。裸で体温め合わないと。ここどこ。これは死ぬな。寒いのは嫌い。いろんな意味で。目のこと
ごめん。いいんだ。あれでよかった。俺もしてたよ。ってことはジョディが捕まってたとしたら、ま、怒ってるよ。それ。ええ、当然でしょ。なんでこいつそんなまだ怒ってるってこと聞きたがんの。やばいやばい、二人とも顔がどんどん青くなってってる。ごめん、あんなバカなことして。ジョディが捕まってたとしたら左目をえぐるような男を許せるわけない。今まで言えなかったけど、君を愛してるよ、ジョディ。待って待って、今まで愛してないのに、じゃあ嫌味言おうか。本当。最高にロマンチック。いいね、こういうの好き。キャンドルに火つけなきゃ。本当、キャンドルに火つけなきゃ、二人とも死んじゃうよ、マジで。一応、死なないうちに言っときたかった。ありがとう。それはそれでいいんだけど。君はどう？なんとも言えないよね。はって言っちゃってるし。君も同じ気持ちか。まあしゃあない、ここは、うん、死ぬ前だからね。言っといてあげる。愛してるライオン。嘘だけど。そうか、満足そう。キスして。うん。俺すごいこう映画的に最高のエンディングをたどろうとしてるじゃねえか。いい選択しとってると思うよ。これでライアン死なないよね。ところで、あの二人どこよ。ここ今どこ。これキスしたら二人とも死ぬうちなんじゃねえか。向こうで待ってるよ。え、本当に冗談めいて言ってたけど、マジなの。二人見つけてくれた。これがあれからどのくらいの時間が経ったかだよね。どうなった、このチャプターで結末わからない。竜の隠れ家、レッドドラゴン、やっぱりレッドドラゴンで会ってたよね。わあ、どっちがどっちかっていうのがここまでやってないんだ。あ、ん？なんで？サインインしなければパーセンテージが表示されません。ペアレンタルコントロールで制限されたアカウントでステータス、え、どういうこと？なんか急にログインをしてないことになってますね。まあいいや、口を割らなかった、基地に侵入した。基地に侵入しないっていうパターンがあるの。一人で基地を去った。一人で基地を去った？二人で基地を去るパターンがあるの？え、二人で基地を去ったんじゃねえのか？ライアンを許さなかった。ライアンが告白をした。これもしかして告白しなかったら、ライアン生きてたとかってこと？デスキッスじゃん。なんか、ちょっといろいろと整理がつかないパートになっちゃいましたが、まあ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 。とりあえず、前回パート続けてね、繰り返すことができたんでね、まあよかったかなと思います。ということで、また次回お会いしましょう。次の展開がどうなるか全く読めませんが、またお楽しみに。バイバイ。